山崎健人が初戦6着ながら勝ち上がった。12人の初日6着選手は、先行順位上位の3人だけが2を B に勝ち進める。先行順位が14位だった山崎は、ラッキーでしたと大喜び。だが、でも僕はどうしてこんなに先行順位が上なんですかねといぶかしがった。山崎はナショナルチームでパリ五輪出場を目指していたため、 今大会の選考期間で走ったのが6月の久留米記念一節だけ。そこで優勝と好成績を収めたため、競争得点が114.5と高かった。これが先行順位に影響した。説明を受けた山崎は、そうなんですね。助かったと笑顔、足の感じは悪くないけど、進みは悪かった。レース後は、あそこは伸びないと、寺崎くんにアドバイスを受けました。 バンク特性を頭に入れながら記念一節が効いての勝ち上がりを順。